モロー博士の島は、イギリスの小説家、ハーバート・ジョージ・ウェルズが1896年に発表した小説。ウェルズの人気を高めた小説の一つであり、タイムマシーンや透明人間と同じく1890年代に発表された。他の生物を人間のように改造するという設定が話題を呼び、発表当時はアーサー・マッケンのパンの大臣と比較された。 何度か映画化もされている。1887年2月、ホブネレディバイン号に乗り組んでいたプレンディックは、漂流船との衝突事故の際に、小型ボートで脱出する。後に、別の船に救助されるが、そこには多数の動物が積まれ、異様な外見の人間が乗っていた。やがてプレンディックは、船長と衝突して、目的地である島に降ろされてしまい、 そこで白髪の男に会う。白髪の男は自分の島が生物学研究所のようなものだと説明する。プレンディックは男の正体が残酷な動物実験を理由に学会を追放されたモロ博士だと気づく。博士はこの島で様々な動物を人間のように改造し知性を与える実験を行っていた。島には多数の獣人がおり、 人間をも反とする、掟を守りながら生活していた。しかし、プレンディックは残殺された動物の死骸などを目撃し、掟を破った獣人が存在することに気づく。やがて、モロを博士が手術中の獣人に殺害され、この事件をきっかけに、獣人たちは人間らしさを失って、獣と化してゆく。博士の助手であり、博士の支配者の座を狙った、モンゴメリーも死亡し、 ただ一人の人間となったプレンディックは命の危険を感じて島を脱出する。しかし生還した彼を待っていたのは人間社会に対する恐れであった。プレンディックは街を行く人々に獣人の影を見、そして彼らも獣に化すのではないかという不安に苛まれつつ人目を避けて暮らすのだった。本作品にはプレンディックのおいで、 遺産相続人であるチャールズによる前書きがついているが、この前書きが訳されていない番がある。ありがとうございます。